皆様こんにちは。本日私は名物阿蘇高菜の畑に来ています。今まさに阿蘇市の風物詩高菜織りのシーズンで、この雄大な阿蘇の至る所で農家の皆さんが高菜織りをする風景を見ることができます。今来ていますこの畑では、若手農業後継者 4H クラブや農産加工部会の皆さんが主体となり、観光客の皆さんを対象に高菜織り体験が行われています。美しい田園風景に囲まれて、小学生でも十分に収穫を楽しめるとあって、高菜織り体験は大変好評です。細身でピリッとした辛みが特徴の阿蘇高菜の中でも新漬けは人気で、阿蘇市の旬の特産品としてただいま全国各地に発送されています。ぜひ阿蘇の春の味をご賞味ください。さて4月に入り、いよいよ新しい年度が始まりました。昨年に引き続き、阿蘇市は魅力ある活力あるまちづくりに精一杯取り組みます。特に今年度は子育ての環境を良くしようと、阿蘇市独自の支援をいくつかスタートしました。児童医療費助成事業の対象を小学生から中学生までに引き上げ、義務教育の間はずっと児童生徒の医療費を援助し、保護者の負担を減らします。また7つの公立保育園で土曜日一日保育を始めました。働くお母さん方のために、土曜日も夕方5時半まで子どもさんをお預かりします。その他阿蘇市育児手当を継続し、3人目のお子さんが3歳になるまで月々2万円を支給するなど、市民の皆さんが安心して子どもを育てられる環境を整えました。子どもは市の宝です。今月桜の開花に彩られながら、阿蘇市内31カ所で入園式や入学式が行われます。希望に満ちた元気な姿があちらこちらで見られることでしょう。市民の皆さんにおかれましては、これまで同様児童生徒たちの安全と健全な成長を地域全体で見守っていただきたいと思います。こうして立っておりますと、本当に吹く風が爽やかで、まさに春の訪れを感じます。阿蘇市内には桜の名所がたくさんございます。その一つ、阿蘇神社の参道ではライトアップが行われ、日本三大楼門の一つとともに夜桜が楽しめます。ぜひ満開の桜と良質の温泉、そしておいしい郷土食を楽しみ、阿蘇市でゆっくりのんびりと日頃の疲れを癒してください。皆様のお越しを心からお待ちをいたしております。